料理初心者の宗像くんが時短やヘルシーをテーマにしたイケてる料理に挑戦。イケメシ。こんばんは、宗像隼人です。よろしくお願いします。今日料理を教えてくれる先生は管理栄養士のあずさ先生です。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は旨味成分たっぷりのふわもちハンバーグを作りますよ。材料です。豚ひき肉 150g、 冷たいご飯もおよそ 70g、 えのき3分の2袋などご覧の材料をご用意ください。そして早速ですが、ここで今日のイケメシポイント。では今日は、パン粉の代わりにご飯とえのき茸を使っていきます。じゃあ宗像くんはご飯から切ってください。はい。ご飯を切るって新鮮ですよね。そうなんです。なかなかこうご飯をみじん切りにするってないと思うんですが、結構あの冷たければ冷たいほど切りやすいのでハンバーグに混ぜ合わせます。では私はえのき茸をみじん切りにしていきます。でこのえのき茸を入れることでこの三大旨味成分が一気に合わさるので。三大旨味成分なんてあるんですね。そうなんです。今日はその三大旨味成分のグルタミン酸、イノシン酸、グアニル酸が一気に合わさった旨味たっぷりのハンバーグです。3つの旨味が一度に楽しめるなんて嬉しいね。ご飯とえのきと同じく玉ねぎもみじん切りにして一緒にしておいてね。そうしたらそこに豚ひき肉、卵、塩コショウを振っていこう。ここまで準備したら粘りが出るまでよくこねるよ。はい、じゃあそろそろいいですね。ちょっと粘りも出てきましたね。はい、そしたら今度は小判型に成形していきます。そう、お肉を小判のような形にしていこう。うん、いい感じ。はい、では焼いていきましょう。じゃあ宗像くんお願いします、はい、でこちらなんですが、最初の面は強火でだいたい1分ぐらい、そして1分ぐらいしたら裏返して、30秒したら、続いて蒸し焼きにします。はい、1分焼いたらひっくり返して30秒焼いていこう。30秒経ったらお肉に当たらないように水を入れてね。そうしたら蓋をして中火でおよそ8分から10分蒸し焼きにしていくよ。はい、ではだいたい10分ぐらい経ったので蓋を開けて見てみましょう。はい、わあ、美味しそう。はい、いい感じですね。ではお皿に盛っていきます。付け合わせのベビーリーフの横にハンバーグを乗せてね。さあ最後にソース。お肉の旨味が残っているフライパンに砂糖、酒、ケチャップ、中濃ソースを入れてひと煮立ちさせたら出来上がりです。お米やえのきを使ったハンバーグ、手作りソースをたっぷりかけていただきましょう。えのきでふわっと、お米でもちっとなってて美味しいです。このソースも簡単に作れたのに美味しいです。えのきだけを加えることで、あの普段取れない食物繊維もさらに旨味成分も加わるので美味しくなります。こちらのご飯はあの玄米になるとまた違う食感で、逆にこうプチプチ感とかもあの味わえるので、より一層美味しいハンバーグになります。僕も作ってみたいと思います。皆さんもぜひ作ってみてください。